さんこんにちは、花丸帝国です。今回はコウペンちゃんのガチャガチャに新作が出ていたので早速チェックしていきたいと思います。こちらですね、コウペンちゃんの提灯ライトになります。公式さんの情報によると2021年の8月11日の水曜日から販売開始になっていたんですが、僕の行った店舗ではなぜかね1日前から入荷していたので早速回してきました。今回はこちらに載っている全4種類になりますね。1回300円です。どの子が出てくれても嬉しいんですけども、個人的には一番左の子がお気に入りなのでゼガヒでもお迎えしたいところなんですけども、深追いは危険なので今回はね1500円分用意したので、まあ5回ですね、チャンスは5回ということで、この限られた中でお迎えしていければなと思います。こちらを見ていただければわかるんですけども、今回の商品はカプセルの中に、コウペンちゃんが入っているのではなくて、カプセル自体がコウペンちゃんの形をしているんですね。中を少し覗いてみるとね、なんかピンク色のコウペンちゃんが少ないかなと思って、出るかなってちょっと不安だったんですけど、回していきますね。1回目と2回目が撮影できていなかったのでこちら3回目になります。さあ3つ目何が出るでしょうか。はい、この子、お待ちかねのこの子が来てくれました。嬉しいところなんですけど、実は1回目2回目ともに、こちらの子が出たんですね。なので3連続で、このお顔のコウペンちゃんが来てくれちゃいました。嬉しいんだけど嫌な予感しかしないと、そんな心情でしたね。さあ4回目、そろそろ違う色着てほしい。さあ、ちょっとね、一瞬ヒヤッとしたんですけど、違うお顔でした。さあさあさあ、最後ですね。最後。最後はもうピンクか水色。はい、ピンク来ました。3種類ゲットできたので、まずまずの結果じゃないでしょうか。で、並べてみたらこんな感じ。皆さんはどの子がお気に入りですかね。やっぱりこうやって並べても僕は、この子、これ可愛いよね。本来こういうガチャガチャの商品ってね、カプセルの中に入ってるからどうしても商品がちっちゃくなりがちなんだけども、これはカプセル自体がコウペンちゃんになってるから大きくて存在感もある素敵なグッズになってしまうわけですね。これ開けてみてびっくりしたんですけど、しっかりと提灯のような加工になっていますね。このカプセルのね、大きくてまん丸な感じがコウペンちゃんにぴったりだし、提灯というアイテムにもすごく合ってるなと思います。下と上が穴が開いていますね。そして何やらアイテムが入っているので、見ていきましょう。このミニブックは取れますけども、このパーツは取り出せないので、コウペンちゃんをねちょっとかわいそうだけど半分に割っちゃいましょう。戻すのはすごく簡単です。でこちらがねミニブック入ってたやつ、コウペンちゃんとコウペンちゃん幸せの顔ですね。でコウペンちゃんブルー、コウペンちゃんピンク、こちらに説明書が載っておりますね。こうやって見るとすごくなんか難しく感じてしまいますけども、とても簡単でしたのでこれから組み立てていきます。それではこの提灯のパーツを開けていきますね。左側が、これ持ち手になる部分、そして右側が、提灯のねライトになる部分ですね。この状態だと電気がつかないので、こちらにね絶縁シートがあるので取ってもらうと、つくかな、どうだろう、お、つきましたね。青色のライトなのかな。それではコウペンちゃんにつけていきたいと思います。このままだとね入らないので、皆さんもね気をつけてくださいね。またまたコウペンちゃんを分割してしまって、ここにね引っ掛ける部分があるので、こちらの穴に、入れ込む形にするとちょうどねカチッとはまりますね。そしたら今度持ち手の部分ですね。持ち手の部分は、穴とかはないからこのまま溝に沿ってカチッとはめるだけです。ものすごく簡単。そして最後にコウペンちゃんを元の体に、戻してあげるだけですね。これで完成しました。これはね個人的にもう最近のカプセルトイの中でも、いや結構上位に入るクオリティだなと感じます。このように持ち手もついてるからね、どこかに吊るすこともできるし、電気をつけるとこんな感じですね。今ね周りが明るいからいまいち効果が実感できないので、後でね暗くして部屋を暗くして見ていきたいと思います。この被ってしまった子たちはこのまま保管しますね。
で、この幸せの顔のコーペンちゃんも、もうちゃちゃっと組み立てていきたいと思います。1回目はね、やっぱりちょっと、手こずった部分があった、手こずったとは言わないけど、スムーズにねできなかった部分があるけど、2回目見てください。今もう秒でできちゃいましたね。10秒ほどあれば簡単に組み立てられます。幸せの顔かわいいよね、コーペンちゃん。この顔を見てるだけでこちらまで幸せになっちゃいますよね。さあ、そして3つ目のこのピンク色のコーペンちゃんもね、パパッと組み立てたいと思います。このパーツが紫色なんですね。これはライトの色とかも変わってくるんでしょうか。楽しみ。穴にねここ、入れて、持ち手の部分も簡単に入れることができる。本当に10秒ぐらいあれば組み立てられちゃいそうです。はい、というわけで無事完成ですね。この色は何だろう、やっぱり明るい場所だとちょっとわからないので、後でね暗い場所でしっかり見ていきましょう。一応ね並べるとこんな感じで、わあ、こうやって見ると水色コーペンちゃん取れなかったのがなんか切なくなってきました。で、一応ね、ここ開けるとボタン電池の入れ替えもできるので、電池がなくなってもね、変えるだけでまた使えるようになるみたい。単いくつなのかがちょっとわかんないんで、写すだけ写してみました。こんな感じでお部屋に並べてみたらね、いや、かわいいよね。やっぱり大きいから存在感があっていいですよね。インテリアとしても最高のグッズなんですけど、提灯ということで早速みんなのライトをつけていきましょう。明かりをつけていきます。さあ、こんな感じすごい、黒いコーペンちゃんだったのにいきなり水色のコーペンちゃんになっちゃいました。こちらはね LED ライトなので、今部屋をね少し薄暗くしただけなんだけど、それでもこんなに明るく発光してくれます。さあ、ピンク色のコーペンちゃんは紫色になっちゃいますね。ちょっとこれはすごいな。これは提灯として部屋に飾っていたら風情があっていいですよね。夏って感じです。いやー、これはもうガチャガチャのクオリティじゃないですよね。ちょっと言葉が出てこない何か喋らなきゃなとは思うんですけど、可愛すぎてついつい見とれてしまいますよね。じゃあもっと部屋をね真っ暗にした状態で見るとどうなるのか試してみたいと思います。はい、部屋真っ暗にしたらこんな感じで、なんか先ほどの景色が一気に幻想的な空間へ変わったと思いませんか。いや、こんなにちっちゃな子たちなのに、一つ一つの体からこんなに明るい光を発して、この場を素晴らしいものに演出してくれております。こんなに可愛い景色は他にないなと思いました。これね、黒色のコーペンちゃんは水色に発光するということで、まあ水色のコーペンちゃんがね出てくれなかったから、その分、水色に光ってくれてるのかなと、思ったりしてね、プラスに考えましたけども、黒のコーペンちゃんは水色に光ると、でピンク色のコーペンちゃんは紫になる。じゃあ水色のコーペンちゃんは何色になるんでしょうね。気になりますね。今ね動画作ってるのが8月の10日なんですよね。だからまだねツイッターとか見てても全然載ってないからわからないんですよね。今後他の方が載せてくれる、画像に期待です。おそらくまたこれとはね違う色に光ると思うから、それがもしね魅力的に見えたら、もう水色コーペンちゃんもお迎えしにねまた追加で回しに行っちゃうかもしれないそれぐらい可愛いし、クオリティの高い、満足度の高い、商品だなと思いました。それでは今回は、こちらのねコーペンちゃん提灯ライト、カプセルトイで新発売したので、その、紹介になりました、すごく可愛いので皆様も、もしね見かけたら回してみてください。どの子が出ても嬉しいからね、やってみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。